偉業達成のアクーニャジュニア、試合前にとんでもないことをしていたことが判明。ブレーブスのロナルド・アクーニャが野手が31日、日本時間9月1日、敵地ドジャース戦に1番右翼でスタメン出場。2対1し満塁の2打席目に、ドジャースの先発ワンニーから左中間スタンドへ30号満塁本塁打を放った。アクーニャジュニアは今季すでにリーグ最多の61盗塁をマークしており、メジャーリーグ史上初の30本塁打 &60 盗塁というパワーとスピードを兼ね備えた選手にしか成し遂げられない大記録をつかんだ。来た、これはマジですごい。先に60盗塁クリアからの30本ホームラン達成でよかった。役だったら達成時が地味だった。しかも満塁ホームランで決めるのがスターよな。さすが持ってるわ。この選手が大谷と同じリーグでなくてよかった。同じリーグだったらワンチャン MVP やクーニャジュニアに持っていかれてたかもしれんな。史上初のメモリアル弾を放ったクーニャジュニアだが、発奮材料もあったようだ。なんとこの日の試合前に結婚式を挙げていたという米紙 USA Today のボブナイチンゲール記者が伝えたもので、午後にロサンゼルス市内で挙式、その後試合に臨んで史上初の偉業につなげたという。この日は4打数3安打4打点の大暴れだった。今回のオールスター戦恒例のレッドカーペットショーでは、お揃いのド派手なピンク衣装を着こなしていたアクーニャジュニア夫妻、ラリーグ MVP 争いでも最有力候補に上がっているが、今後の躍動がさらに期待できそうだ。は？試合前に結婚式を挙げてた？そんなことあるんか？結婚式挙げてその後試合出てブラスラとかスーパースターやん。おいおい、最高にかっこいいじゃねえか。おめでとう。結婚と MLB 史上初の記録を同じ日に達成。こんなに幸せな日を過ごした人間世界中のどこにもいないだろう。アクーニャジュニアならトリプルスリーも難なく達成しそうだね。恐れるべき身体能力、プライベートも充実してますます活躍しそうで目が離せない。来年の大谷の行き先次第では直接 MVP を争うことになるかもと考えるとワクワクしてくる。